雨大ダ実話階段、第5夜、白き行列。これは、Y くんが、保育園に入る前の出来事です。その日、風邪をひいて、一日寝ていた Y くん。夜になってやっと落ち着いてきたのか。ま、両親と、川の字になって布団を引いて寝ていました。 すると夜中、チャリン、何か鈴が鳴るような音で、ワイ君目が覚めました。ん何だろうなと目を開けてみると、そこには、そう、白い和紙のような、衣服を着た、大人の人が、杖を持って立っていました。 男の人あ、いや、男の人、女の人、子供、おじいちゃん、おばあちゃん、そう、老若にゃんにょが、列をなして、一列に歩いていたのです。えまあ、ワイ君は、夢でも見てるのだろうと思って、ぼーっと眺めていましたが、その、白い行列は、チャリン チャリンと言いながら、ワイ君の家のお風呂場の方、北側に向かって、ずん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 歩いていきました。そう。まあ、ワイ君は夢でも見たんだろうと思いながら、そのまま寝てしまいました。そして翌朝、すっかり熱が冷めたワイ君は、 家族と一緒に朝食をテレビを見ながら食べてみました。そこで四国の巡礼、そお遍路さんのニュースについてやってみいるい。ワイン君、それを見て、あ、これ、軍レーごほうが、クリんっていいんだよね。と、家族の前で、ふと漏らしました。 家族は、なぜ Y がこんな言葉を知っているのかと、Y のことを見ましたが、Y 君、昨日の夜、この人たち歩いてたよ、と、答えました <laughs>。両親たちは、 何をバカなこと言ってるんだという顔をしているのでしたが。さて。当時、まだ保育園にも行っていなかった Y イ君が、巡礼とか、お遍路さんとか、巡礼にご放者などという言葉を知っているはずがないんですが、Y イ君が見たものは一体何だったのでしょうか いませんね、はい豆大福の実話会談今日はここまで。